皆さんこんにちは、井川直輔です。はい、今日はですね、Excel やっていきます。 Excel、はい、カウント ifs を関数と VBA で実行ということで、本日のメニューをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回はカウント if を、別々、関数と VBA のバージョンで2つ動画を上げましたが、今回はもう、カウント系に関しましては、カウント ifs に関しましては1本の動画で上げていきたいと思っております。カウントイフっていうのは現場でそれほど使う機会はないです。1回、重複判定のところで動画を上げさせていただきましたが、カウントイフっていうのは正直もう何て言うんですかね、重複判定ぐらいしか使うシーンがないです。に関しましてカウントイフスっていうのはめちゃくちゃ使います。例えばカウントする条件を複数数えれるんですよ。例えば今 iPhone が出てますので、iPhone の 10MAX の、何ギガの何色がいつ売れたかなんていうのは、これはカウント if ではとてもできません。もうがむしゃらにやろうと思ったらサムプロダクトを重ねて重ねて使っていくか。しかし、すでに、私の動画を、見てる方はもう私はサムプロダクト、VLOOK、IF 関数はもう大嫌いなんですね。まあ、IF 関数はまあ大嫌いでもないですけど、サムプロダクトも昔はそれしかなかったんで使ってたんですけど、もう歴史的役割はもう終えてると思います。詳しくは VLOOK なんていらない2を見ていただければわかると思います。はい、なので、カウントIFSっていうのはすごい非常に使えますので、ちょっと見ていきたいと思いますので、しばしお付き合いのほどをよろしくお願いいたします。これも私のページの方に落として、サンプルページの方にできるようになってますので、ご興味のある方、落としていってください。もうここにすでに、カウント IFSの関数を仕込んでいますので、ちょっと一回消して実演をしてみましょう。はい、いきます。じゃあ、モーツァルトの札幌、つまり、ここの名簿の ところに、札幌にモーツァルトは何人いるのかって、まあ、モーツァルトって一人しかいないですけど、サンプルファイルの都合上、そうなってしまいましたので、ご勘弁ください。ならば、いきます。まず関数。で、カウントイフスっていうのがありますね。これクリックします。そうすると、検索条件の範囲を指定します。範囲はどこよっていうと、まず、ここで F4 を1回押しまして、はい、ここのここ横は2回までなんですね。アルファベット B の向かって右側にドルマークをつけます。よいしょ。で、名前、ほい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 と、はい、これでできましたということですね。で、ここをコピって、まあ、最後まで、コピって、はい、できました。はい、いいですね。で、まあ、この式をやっていっていただければ、もうすぐ分かるようになってますので、ちょっともう一回だけやってみましょうか。今度は違うところでやってみますか。じゃあ、同じように、変える意味が、結果は同じなんですけど、じゃあ、これじゃない。数式の、カウント、イフスの検索範囲。じゃあ、今度名簿使いましょう。名簿の、この支店名が、ここ。ほい、ほい。の名簿のモーツァルが、はい、8人になりましたと。これも簡単ですよね。ちょっともう一回、難しくはないと思います。私間違えました。おっと、間違えてますね。こ
礼しました。その関数っていうのはもうすでに皆さんかと思うんですけど、まずどこを数えたいのかっていうふうに範囲を選択して、で表示したいところで1個だけ選択してあげる。でその時にいやこれこっちだ、これこの円マークね、あ円マークじゃないドルマークの振り方、これ相対参照と絶対参照っていうんですけど、これちょっと後で紹介させていただきますね。これがわからないといまいちピンとこないので、はい、ちょっと順番が前後してしまったんですが、で、VB でやったらどうなんのっていうふうになると、これが VB へのコードになってます。で、実はもう VB へここできてまして、ここの部分ですね、デリートにして、じゃあ VBA を実行したらどうなるのかっていうと、マクロ、実行っていうふうにすると、このようにドワーというふうに入っていきます。はい、それほど、難しいコードは書いていません。要は、これも、分からないのはここら辺なんですよ。一番初めで分からないのは、そうですね、ちょっとコメントつけた方がいいんじゃないかって言って、これコメントつけるのを忘れましたね、申し訳ございません。ここが縦列の、列の最後、ここが列の最後、行の最後で範囲を指定して、あとはワークシートファンクションカウントイフ、これが、関数で言えばただカウントイフスなんですけど、VBA で行うときはワークシートファンクションの、カウントイフスで、ただこれを範囲で選択しているだけということになります。はい、じゃあ皆さん、疑い深い上司に疑われた場合はどうしたらいいかっていうと、それをやっつける方法は何回もやってますが、 if 関数でやります。はい、if 関数、今ここ見てますか、こことここが一緒だったら丸、違ったら×をつけろというふうになってます。はい、じゃあ実行してみましょう。よいと、はい、だんだん丸に変わっていきます。全部丸になりました。つまりここの関数で示したものと、それから VBA でやったものの弾き出した数は、ここの if 関数のところで正しいということが証明されたことが分かったというふうに思います。で、さっきも言いましたけど、上司の方から、これをいつどこで何個売れたかを出していったら、僕はこんなマクロなんか絶対書きませんが、こういうExcel の、縦列の最後まで、横列の最後まで、その範囲はこうするんだと。そして、セールズでこの変数を使って一気にダーンと、指定をしてやるということっていうのは皆さん覚えておいてください。これが分かると Excel は本当に、使う幅が広がってしょうがないぐらい、もう悲鳴上げちゃうぐらいの、便利さになります。ちょっとここね、落とされた方、これ関係ないから、これ削除しておいてください。これなくても動きます。はい、こんな感じで、カウントイフスは使いこなして、集計関数を使いこなせるようになりましょう。集計関数に関しましては、これでカウント系は終わりましたので、あとね、カウント A っていうのがね、ちょっと覚えておいた方がいい関数なので、まあ、これもちょっと覚えておいてほしいなということで、ちょっと後で上げたいと思います。あとはもう SUMIF、今度はね、誰がいくら売ったかっていうような、その合計の関数がありまして、まあ、あとはランクとかね、
MAX とかそういうのはどうなんでしょうかね。私はあまり使わないと思うんですけど、まあまあまあ、そんな関数もちょっと紹介をしていきたいというふうに思っております。はい、それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。アクセス、エクセルに関しましては、人生を制するとは本当に言わないんですけど、お小遣い帳とか住所録を使ったって絶対に以下は深まらないんですが、会社でね、ちょっと使って面白いなと思ったら、ぜひ自分の趣味の方に役立てていただくと本当に理解早く深まりますので、よろしくお願いしますって、何をよろしくなのかよくわからないですけど。はい、では、今日はこの辺でご視聴、失礼したいと思います。ご視聴本当にありがとうございました。ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それでは、失礼いたします。ありがとうございました。